木虫は木虫か木シ族に属する私有異種の落葉低木。別名、木虫とも言う。樹高は3メートル、時に7メートルに達するものもある。花は3から5月の葉が伸びる前に、炭鉱色の創状果樹につける。長さ3から10センチメートルになる花茎は、前年枝の溶液から出て垂れ下がり、それに一面に花がつくので、まだ花の少ない時期だけによく目立つ。 花には、長さ0.5ミ、mm、リメートルの短い花柄があり、花は、長さ7から9ミリメートルの小形になる。学編は4個で、内側の2個は大きく花弁状、花弁は4個で花時にも開け出せず直立する。尾花は、単光色、目花はやや緑色を帯びる。目花、尾花とも有髄は8個、髄髄は1個あるが、目花のおしべは小さく退化している。葉には、 長さ1から3センチメートルの傭兵があり、誤生する。葉は長さ6から1 2トル、幅3から5センチメートル、傭芯は楕円形、または卵形で、先端は鋭形、または栄線形、基部は円形、節形、またはアサシン型になり、円には巨子がある。果実は計7から1 2トルになる、高大円形、卵形、または球形で、 緑色から熟すと、高褐色になる。和名は、果実を、染料の原料である節の代用として使った、ことによる。日本固有種で、北海道、本州、四国、九州、小笠原に分布し、産地の明るい場所に生える。成長が早く、1年で2メートルくらいは伸びる。先駆植物的な木本で、荒れ地にもよく出現する。生育環境は幅広く、 海岸線から内陸の川沿いまで見られる。葉や果実の形や大きさに変異が多く、多くの変種、品種がある。ありがとうございます。